おばあさんの時に、だっこでもね、立ってるから、席譲られて、お人形だから大丈夫よって言ったらしい。あってなっちゃって、子供来たから逃げた。そりゃそうだよね。逃げるわな。もし逃げなかったら子供が逃げることになるね。いつも通りの朝ごはんメニューです。いただきます。いただきます。使ったメーカーが違う。あ、本当だ。うん、レギュラーは間になって抜けるんだよ。もう結構抜けちゃった。冬だわ。今日の晩ご飯はごま豆乳鍋とご飯と人参サラダ。人参サラダです。いただきます。ドレッシングの美味しい、ね、そうだね、うん、いただきます。うん、これこれ、ね、酸っぱいけど、あ、ってならんだよね。きつくないよね。うん、はい、じゃあ見ますか、最愛。うん、これ最終回なんで。聞いてもいいですか。立花さんのことです。そんな仕事や事件解決せんのね。解決しない。